さっき上げた動画です。今ダイパーリメイクで育成対戦やってるやつ全員バカです。いやバカじゃない、バカじゃないんだよ。いやバカなんだよ。オンラインのランダム対戦機能が実装されるかわからないのに、まあ、コロシアムとかいう謎の言葉に踊らされて、まあ、ランダム対戦機能が実装されることを信じて、まあ、今我々はね、厳選育成やってるわけ。で、ランダム対戦機能が実装される確証なんて、どこにもないわけ。だから、それ目的で厳選してるやつは、まあ、バカなんだけど、まあ、僕もその一人だし、僕のメンバーシップの深作業生放送とか見てる人ならわかると思うけど、まあ、理想個体を出す過程を楽しんでやってるわけ。何にもないところに理想個体のポケモンを制作する牧場を、まあ、僕がね、ゼロから作り上げていく過程がおもろいのよ。でもやってることはバカなんだよ。対戦がやりたくて理想個体生んでるのに、対戦があるかわからない。まあ、そんな中で、まあ、一緒にバカやれるやつを増やしたくて、まあ、ここのね、動画説明文にもね、みんなでバカになろうって書いてたのに、この動画を見た視聴者の皆さんからは、全くですね、僕の意図が、理解されてなくて、終わりでーす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 、バカなのはこんなことを視聴者のみんなに説明しなきゃいけない、終わりでーす、大バカでーす。